いつからだろう。誰に言われるわけでもなく、無理という二文字だけで自分の限界を勝手に決めてしまうようになったのは、そう、限界なんて自分の頭の中にしかないんだよ。ごちゃごちゃ考えるより俺たちはこいつで答えを出す。そうだよな、藤尾。村山さん、うん、お役を辞めちゃうんすか。なんで。え、だってなあ、コブラちゃん、俺お役を辞めたら三の入れてくんねえかな。は？はあ、あれね、しかも三の入るとか言うし。あ、あれはまあノリ。ノリ？なんか三の楽しそうだなと思っちゃったんだもん。ああ、それって俺たちとじゃつまんないってことっすか。いや、そういうわけじゃなくて、しかし危険な喧嘩だったよね。いや、確かにあれは、トドロキが仲間を連れてこなかったら俺たち3人だけでしたからね。こんな危ねえ殴り合いにあいつら連れていけるわけねえだろうが。村山さんだろ、バカ野郎。まあね、今考えると恐ろしいよね。ねえ、フレアちゃん。